やっほー、こんちゃクルタゲームズのユタとクルです。お願いします。僕たちクルタゲームズは毎日8時に動画アップしてます。またライブ配信もしますので通知オンにして楽しみに待っていてください。年内チャンネル登録者数5000人目指してるのでチャンネル登録拡散よろしくお願いします。今日はクッキーランキングダムのゲーム実況をやっていきたいと思います。今回は先ほどアップデートが終わったのでアップデートで追加された内容やイベント、そして最後に桜味クッキーについてちょっと話していくのでぜひ最後までご覧ください。 お願いします。では早速今回のアップではたくさん追加された内容があるので一つずつ見ていこうかなって思います。はい、では最初に一番の目玉と言っても過言ではない王国カスタマイズについて紹介していきたいと思います。まず一つ目が王国の保存ですね。そうですね、この機能はもともと俺が欲しいって言っとったやつやね。そう、それがこの編集のボタンを押してここのね緑に光っているところを押すんですよ。そうするとこうやってカスタマイズをセーブとロードができて、クルがね一個今の王国を保存してるんですけど名前はテーマ別王国って適当に決めて、保存だけしてこれがね上書きもできるしロードもできるっていう感じで、それが今のところ2つあります。でこのカスタマイズトランクを追加するにはダイヤが1500のレア素材の柱が8個。へえ、ダイヤ使うんだね。うん、すると追加することができます。これはまあね、本当王国いっぱい作るしちゃったらね全然やっていいレベルの内容だと思いますね。2つ目はテーマ別の表示っていうことで、ここのね右下のところに全テーマ表示って今書いてあるんですけど、はいはい、これを押すとこうやっていろんなテーマが選べて、ここのね花園だったら、この花たちが出てくる。あ、そういうことね。そう、あのショップで購入するテーマごとに分かれてるって感じでした。これも作る人からすると便利やね。そう、めちゃめちゃ便利になりました。これはここからさ自分がいつも使ってるこの木とかの場所に行けるし、めちゃめちゃ簡単やない？昔バーってさこうやって遡って見てたんだけど、それが一発で分かるようになりました。そしてここの右下の四角いっぱい集まってるところを押すとこうやって見れる風になりました。なるほどね、これもとても便利だと思います。3つ目はデコ一つ一つにこうお気に入りができる。あ、よく使うやつよね。はい、なってこうやってお気に入り押すとここの一番右の星マークのところに保存されるっていう形です。4つ目は建設する押してオークタル休憩所とパティスリーがまた置けるようになっちゃったんですよ。追加で増えたんだ。そう、だからねこの置く場所をちょっと考えないといけないなっていう感じなんですけど、5つ目は例えばこのとんがり帝国を購入してこうやってね設置しようとした時に、今まではここの編集ボタンはなかったんですよ。そうそう、この設置のところから編集が飛べなかったんですけど、それがここを押すと編集に飛べるようになりました。これちょっと僕俺分かんないわはい、そんな感じです。で最後に王国リセットについてなんですけど、それがここのボタンを押して回収モードですね。そうするとここ右下に王国リセットっていうのが出てくるので、これはいいね。これを押すと多分王国がリセットされます。押しましょう。押してみましょうか。はい、本当に王国をリセットしますか。カスタマイズはセーブしたのでリセット押します。そうすると王国リセットって言ってランドマークとか覗きますかっていうのがいろいろ出てくるので、まあ覗くで OK 押すと、おー、めちゃめちゃ簡単になりましたね。これは逆にあれ0点外せば全部リセットされるだよね。そういうことだね。でまた戻したいときはここ押してロードすれば戻るっていう感じです。これはいい、本当にこれはいい。はい、王国については以上になります。続きまして貿易ですね。貿易は今まではねここの1個だけだったんですけど、今回のアップデで第2停泊所ですね、こっちが追加されましたね。はい、より多くパールがもらえるっていう感じだね。そうだね、ちょっと俺たちこのさ中の話だと思ったんだよね。そう、ここの交換所が2つ増えるのかなと思って結構いいじゃんと思ったんだけど、そうそう、ちょっと違ってこの停泊所が1と2ってことだよね。そうです。これはでも俺はね、まあ、パール結構少ない人だから、嬉しいっちゃ嬉しいけど、作るものもねいっぱいさ、ね、保管しとかなくちゃいけないから、まあ、これはねめちゃめちゃ嬉しいかって言ったら俺は普通やねはい、でこれはパールが5000で解放することができます。なるほど。続きまして守りの戦域に早送りゼンマイが使えるという機能ですね。これはめっちゃいいでクルは今回ウェーブの28ぐらいまでいけてるんですけど、
ここの早送りゼンマイを押します。そうすると使用時の獲得報酬がウェブ28で異物が1個でっていう形で、早送りゼンマイは1回につき5個使う感じですね。まあまあまあ全然いいね。ね、これ1回やってみましょうか。はい、早送り。ああ、顧問でした。これはでも本当に嬉しい。俺はそう、しかもこれって活性化してなくても同じ報酬を受け取ることができるんですよ。それはいいな。そうそう、だからこの活性化するためのお金っていうのが、うん、まあ、最初の1回だけ使って、あとはなしでも今いけたので、これはめちゃめちゃ嬉しいな。そう、めちゃめちゃ便利になりました。はい、これは本当に便利だと思います。はい、続きましてクッキーの関係ですね、はい、これも新しく追加されました。何かというと、まず一つ目がこちらですね。うん、桜味クッキーが追加されたことによって追加されたっていう感じだね、これは。うん、これと次ここだね。うんうんうん、ここがまあ黒糖とか、これも新しいけど入っとるね。はい、と最後がここ。おお、結構やっぱ新キャラを入れたクッキーの関係が追加されましたね。うん、これは自分アリーナを結構やってるから、これ普通に嬉しい。はい、続きましてスキンの追加についてなんですけど、これがねピックアップで来るのかなと思ったら、ここの普通の高級スキンガチャに含まれるっていうだけで、別にピックアップはされないんですよ。なるほどね、うん、だからこれ引いたところで違うエピックが出る可能性もあるし、結構ここ狙ってガチャするとなると何回か引かないと出ない可能性はあります。これちょっとねまだ引くか迷うね。ピックアップじゃないってなると、うん、むずいなこれ。そんな感じです。はい、でもこの虹の結晶ショップにもちゃんといるので、これはね100溜まっている方はぜひこっちで交換してもありだと思います。うん、続きましてイベントについてなんですけど、こちらが桜味クッキーの春のピクニックサイコロ集めっていうことで、いろいろなミッションがありまして、これをクリアするとこのピクニックサイコロがもらえます。でこのサイコロっていうのが下のこれね、スゴロクみたいな感じで進めていけるんですけど、マスに応じてさ、サイコロもらえるところとかさ、レア素材もらえるところだったり、うんうんうん、なんかハテナのとことかあるので、どんな感じなのかっていうのはやっていかないとわかんないんですけど、面白そう、ね、これがね60までいけて1回完走するとこんな報酬みたいな。なるほど、そうそうそう、何周もするのねこれは。完走報酬がいろいろありますので、12回まで完走するとこんな感じで報酬がもらえます。結構うまいねこれも。うん、これも美味しいですね。でこの途中にあるこの桜ですね、この桜うち何に使うんだろうと思っていろいろ探した結果、こちらの春限定のデコに桜の花びらを使うみたいです。うわ、なるほど。そうだから、これがねコインじゃなかったので、もう早急に桜の花びらを集めて、もう大量にね買える分だけいっぱい買っていこうかなって思います。でこれ下に書いてあるように、春限定のテーマは期間終了後来年の春に再オープンされますっていうことで、取っとかないと。そう、また来年までゲットできないので、これは王国作り好きな人がすると相当欲しいね。ね、燃えますこれは。頑張ります。そしてね一個思ったのが、 YouTube の方でこの家みたいなやつがあったんですけど、それはね追加されてないみたいで、ちょっと残念ですね。あの家可愛かったんですけど、うん、まあしょうがないねこればっかりは、うん、イベントについてはこんな感じです。はいはい、で最後なんですけど、桜味クッキーについてですね。はい、このキャラは奇襲型でしたね、やっぱり。うん、合ってたね。合ってた。でちょっとね簡単に説明すると、スキルなんですけど、やっぱね相手にねデバフはなかったね。はい、ここに書いてあるのは、広い範囲に桜の花びらを散らして敵にダメージを与える。クッキーでない相手にダメージを与える場合は追加ダメージを与え、桜風に当たった敵の数だけ味方全体の攻撃力を増加させる。うん、自分の味方のバフだね。うん、本当に攻撃特化型なんだね、完全に。海ぐらい強いのかどうなのかね。そうですね。で桜味クッキーの評価とかね、まあ解説ってのはまた後日動画出すので、そちらの方を楽しみにしていてください。はい、今回の動画はどうでしたか。今回はなかなか大型アップデートって言っていいぐらい盛りだくさんだったね。うん、そう、あとねダークカカオサーバーも追加されたり、うん、いろんな情報が盛りだくさんでしたね。そうだね、俺たちも把握しきれてないところあるかもしれないけど、うん、まあ、ざっくりこんな感じかな今回のアップデートは。そうですね、はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、
チャンネル登録、コメント、ツイッターの方も概要欄に貼っておくので、ぜひフォローお願いします。では次の動画でバイチャー。